防衛省の黒江でございます西原委員長並びに4名のパネリストの皆様あの本,本日はあの本当に長い時間にわたりまして活発なご議論を頂戴しましたことを心から御礼を申し上げます本日はですね長島総理補佐官の基調講演さらに壇上の有識者の方々の大変に活発なご議論さらにあのこの会場にお集まりの皆様方のご協力を得まして 大変に意義深いシンポジウムができたというふうに考えてございます。で内容的には、ただいまあの西原議長があの適切に総括をしてくださいましたように、大変幅広い問題につきまして、深いご議論、を大変に示唆に富んだご意見をたくさん頂戴いたしました。であの私自身ですねあの、現在行われております日米の米軍再編協議を担当いたしておりまして、 本日、これからの日本を立ちまして、次の,あの審議関級協議に臨むということでございまして、本日、さまざまなご意見いただきまして、大変にさまざまなあの示唆を頂戴するとともに、ですね今、大変大きなプレッシャーを感じておるというのが正直なところでございます。いずれにしましても、のこの問題については、ですね我々以前から申し上げているように、抑止力の維持と負担の軽減という2つの大きな課題をですね、 共に達成できますように何とか良い結論に導いていきたいというふうに思っておりますでまたあの本日のシンポジウムがですねお集まりの皆様方が米軍の再編の問題あるいはその海兵隊の意義の問題さらにはあの中国に対する認識あるいは対応といった様々な問題についてですね あのお考えをいただく一つの機会になればです、ね、主催者としては幸いであるというふうに思っております。これからさまざまなご意見、先ほど出ましたけれども、防衛省といたしましても、こういった機会をで,す、ね、できるだけたくさん作れるように努力をしてまいりたいと思います。本日は誠にありりがとうごございいままししたたた黒江次長より閉会のご挨拶をさせていただきました 西原議長、パネリストの皆様、ありがとうございました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。どうぞご講談くださいませ。以上をもちまして、日米同盟シンポジウムのプログラムはすべて終了いたしました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。